私は横糸の、創業者兼社長 CEO です。大学生の時にこの横糸を創業して8年間、この会社を、経営しています。AM の技術とビジネスを専門にしていて、今は MBA にも通っています。日本の製造業は伝統的に製品の精度だったりとか見た目上のクオリティにとても気を使っています。特に独特のザラザラした表面、3D プリンターの表面というところが、機器を生んでいて、3D プリンターというのが日本では あまり、普及が進んでいませんでした。にもかかわらず、それは とても奇妙なことなんですけれども、ポストプロセッシングというのは日本では全く注目されていませんでした。我々が PBF の分野に、参入してから1年ぐらい経つんですけれども、その間に、ユーザーとのディスカッションを通じて、そのポストプロセッシングというところのニーズがとても高まっていることを感じました。ポストプロセッシングに関心を持っていたタイミングでダイメンションと出会うことができました。日本に完成された PBF のポストプロセッシングが上陸するのは初めてのことです。ダイメンションのテクノロジーの市場投入により、日本の樹脂 AM の活用が急速に進むことを期待しています。